ジャパンの林さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。そうですね、林克明です。よろしくお願いします。今日はサルサダンスっていうのをプレゼンテーションしようと思ってるんですけども、ちなみにサルサってやったことある人ってどれぐらいいらっしゃいますか？これもったいないですね。六本木っていうところはですね、もうサル世界でも有数のサルサのメッカと言われているところなので、いや本当に本当にぜひ今日皆さんに興味を持ってもらえればと思っております。で、まあ、せっかくなんでちょっとあんまこれブレックファーストないんですけども、音楽を紹介しながらやれればと思っています。これサルサですね。こんな感じの楽しい音楽で踊るダンスです。で、六本木ヒルズサルサクラブなんですけれども、うちの会社のサルサ部から発展しまして、まあ、今いろんな人たちが来てもらっています。で、みんなで練習会したりとか、イベントに行ったりとか楽しくやっています。ちなみにこれうちの会社の会議室なんですけども、ちょっと最近手狭になってきまして、誰かちょっと場所とか貸してくれないかなと、そういう募集もしてますので皆さんよろしくお願いします。で、サルサっていうのはそもそもなんですけども、まあ、ニューヨークにいるプエルトリコ系の移民が、自分の音楽とジャズを混ぜて作った音楽、比較的新しい音楽ですね。で、まあ、即興ダンスで踊る、その音楽に合わせて踊るっていうダンスです。まあ、もうちょっと説明しますと、ダンスみたいにですね、普通のダンスみたいに競技とかショーとか舞台っていう側面はすごい多いんですけども、まあ、一番メインはソーシャルって言って、こんなパーティーとかで、まあ、みんなで楽しく、まあ、誰とでも踊りましょうっていうような、そういう楽しいダンスです。で、六本木はですね、徒歩5分以内のところにこういうサルサバーって踊れるところがすごいたくさんあるんですね。私サルサ始めたきっかけなんですけども、留学をしてまして、まあ、パーティーなんかに行くと、まあ、みんなすごく楽しそうに踊ってるわけですよね。で、まあ、やりたいなとか、あれちょっとなんだろうっていうのが始めたきっかけです。で、まあ、アメリカに馴染むにはやっぱ踊るしかないのかなとか、ちょっとアメリカ人にモテるには踊れなきゃダメかなと、まあ、そういうちょっとね、そういうところってありますよね。で、ちょっと勘違いがあるんですけども、これサルサじゃないです。このお尻はサルサじゃないですね。これサンバです。で、こんな格好しなくても大丈夫、結構本当に間違える方が多いん で、社交ダンスみたいにこんなにこう、まあ、かっちりしなくてもちょっと気楽に踊れるダンスですね。で、まあ、タンゴほどこんな、まあ、キスしそうなほどまで、まあ、近くならなくてもいいっていう。でですね、まあ、言ってもちょっとわからないと思いますので、今日ですね、実はサルサ部員と私の習ってる教室の方が助けに来てくれてますので、ちょっと来ていただいていいですか。で、サルサってせっかくなんでラジオ体操ぐらいな感じで皆さん立っていただいて、こう足を動かしていただけると嬉しいですね。よろしいですか。お、さすがノリがいいですね、皆さん。で、この図ちょっと見えるようにしていただいていいですか。で、基本的にはこの8カウントで踊るんですけども、この青いところで足を左右左と動かしていただければと思っています。で、左右左でワンツースリーですね。で、4でお休みです。じゃあちょっとやってみましょう。で、前ワンツースリーで前の方に行きます。せーの、左右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 、そうそう、そんな感じで皆さんもうバッチリバッチリですね。で、ちょっと4と8でお休みすると分かりやすいですね。3、4、5、6、7、1、2、3、5、6、7。ちょっと最初難しいんですけども、これさえできればもうほぼほぼ踊れたようなもんですね。ちょっと引き続き。でですね、そのままちょっとやっていただいてていいですか。で、これでですね、ちょっと、じゃあかおるちゃんいいですか。要するにどういう踊りかと言いますと、ワン、ツー、スリーでリードして、ファイ、シー、セブンってこれ回るよっていうのを何も言わないでやるんですけど、ワン、ツー、スリー、ファイ、シー、セブン、ワン、ツー、スリー、ファイ、シー、セブン、ワン、ツー、スリー、ファイ、シー、セブンと、こういう感じで、こう、ワン、ツー、スリーでやって、ファイ、シー、セブンで、こう何かお互いコミュニケーション取ってやるって感じなんですね。で、ちょっと、これを、まあ、マスターすれば、自由に踊れるということで、ちょっと今日踊れる人がいっぱい来てもらっているので、ちょっと踊ってもらいましょうということで、小原さんとかもいいですか、ちょっと来ていただいて。すごいThank you.
席続けて踊っていただいて大丈夫です。でこんな感じで、まあ、バーではサルサの方がかかってて皆さん自由に踊ってるっていうような感じなんですね。で六本木って本当に徒歩5分ぐらいでこういうところがあるので、まあ、仕事に煮詰まったとか、アポをすっぽかされたとか時があれば、まあまあ全然行けば人にも会えるし、まあ、いろんな人がやってるんですね。社長からこう大学生まで、まあ、いろんな人たちがあるので非常にいいと。で、まあ、ちょっと理屈っぽい説明をしますと、趣味マップなんですけども、ゴルフと比べて、まあ、趣味人口は少ないんですけども、まあ、こういうグローバルどこに行ってもできますよっていうところで、あと、まあ、こういうサッカーとゴルフに比べて、まあ、こういう交流的な単純にまあ楽しくやりましょうっていうところの側面がありますね。であとですね、初期コストが非常に低いというところと活動頻度が非常に高いと、まあ、スキーバードゴルフお金かかりますよね。で、まあ、サッカーとかサルサって体があれば大丈夫なんですけど、まあ、サッカーで人集めなきゃいけないんですね。サルサは2人いれば大丈夫っていうところで、まあ、非常に続きやすい趣味なんじゃないかと思いますね。で、まあ、いろいろ話しましたけれども、ちょっと覚えていただきたいのは、とてもグローバルで始めやすいダンスで、まあ、皆さんみたいに六本木お勤めの方にはぜひぴったりのダンスだとではないでしょうか。そう、まあ、ちょっと疲れたらそろそろ休みたいですよ。大丈夫。ありがとうございました。ありがとうございます。でですね、まあ、こんな感じでやってますので、ぜひ Facebook で、Google プラスではないんですけれども、Facebook で六本木ヒルサッサークラブと探していただければ、こちらで、大体水曜日ですね、まあ、適当なんですけれども、8時とか7時とかから大体活動をしています。で、こちらがちなみに私が習っているサルサの先生なんですけれども、すごい世界大会の常連で、美男美女の先生ですね。で、こういうところのレッスンに行ったりとか、まあ、パーティーとかも西麻布でやっているので、なかなか素敵な、趣味になるんではないかと思っております。で、こっちは Google で HTC と検索していただければ大丈夫ですかね。ありがとうございました。